エフゲニーキーシンは、ロシア、イギリス、イスラエルの国籍を持つピアニスト。モスクワで、ユダヤ系の家系に生まれる。わずか2歳でピアノを学び始める。後グネーシン音楽学校に進んで、アンナ・パブロフ・カントルに今日まで支持する。10歳で、モーツァルトのピアノ競争曲、第20番を弾いて、デビュー、11歳で、初リサイタルを開くなど、 幼い頃から振動ぶりを発揮する。12歳の時、ドミトリー北園コの指揮する、モスクワフィルハーモニー還元楽団で弾いた、ショパンのピアノ競争曲が発売され、世界中の注目を浴びることとなる。以来、ベルリンフィルハーモニー還元楽団、ロンドン公共楽団、アバド、カラヤン、小沢など多くの著名オーケストラ、指揮者と共演。名教師に指示することもなく、 コンクール入賞歴こそほとんどないが、国際的ピアニストとして、世界各地で演奏、さらに録音活動を積極的に続けている。1986年、初来日し、全国ツアーを行う。2003年再来日。いずれも好評である。1990年9月30日に、カーネギーホールにおいて、アメリカデビューを果たす。当日の演奏は絶賛され、 CD 化されて世界的名声を一層確かなものとした。少年時代にはピアノ商品を作曲し、演奏、録音した。2000年代から作曲活動を再開し、初めて出版した4つのピアノ商品作品1のトッカータ・ドデカホニック単語を演奏会のレパートリーとしてよく演奏している。ソ連時代には世界各地の民謡を リサイタル後のアンコールピースとして編曲したこともあった。日本の文部賞唱歌を編曲したものは、まとめてアルバムも作ったが、現在は入手が困難である。旧ソ連生まれだが、2002年に英国籍、2013年にイスラエル国籍も取得している多重国籍者である。好きなピアニストとして、ラドルプー、マレーペラやシフ・アンドラーシュなどを挙げている。ショパン。 リスト、チャイコフスキー、ラフマニノフ、スクリャービン、プロコフィエフ、ベートーベンなど多岐にわたるレパートリーを誇っている。かつてはロマン派音楽とロシアとソ連のピアノ音楽を中心に超絶技巧を聴かせる曲目が多かったが、近年ではフランクやブラームス、メトネルなど、より内面的、瞑想的な性格の作曲家の作品にも意欲的に取り組み、新境地を開拓している。 吉澤・ビルヘルム、ピアニストガイド請求者、印刷書、製本書高特書、2006年2月10日、28ページ、ISBN4 から7872から7208、X。ありがとうございます。